久保さん、今回あの、リス、集客の仕方とかにしましょうか。集客。集、集、集客できた方法。ま、あ、なんか集客っていうキーワード入れておきましょうか。みんなあの集客なかなかできないじゃないですか。で、この前、この前っていうか昨日か、昨日も、あの、メールアドレスの登録がですね、3、4人ありまして、でもチャンネル登録が減ってました <laughs>。メールアドレスは登録あったんだけども、 チャンネル登録は1人減ってましたね <laughs> まあこれはな、なあの、お正月セールですね。はい。お正月やれって話なんですけど <laughs>。要は、まあ、なんだろうな、一般的な、その、えー、っと、まあ、チラシとか、あお正月のチラシとか、お正月なんちゃらで、みんなお正月から並んだりとかしてるじゃないですか。クソ寒い中。 お金払うのに並ぶっていうね <laughs>。お正月、並ぶ確率高くないですかお金払うのに。財布からお金出てくるのに、並んでるんですよね。で、なんかテレビ、まあ今ちょっと見てないですけど、テレビとかでね、なんかその、お正月の福袋を買った人たちにインタビューすると、笑顔でね、いや、これ買ったんです、みたいなね。並んでこんな買ったんです、みたいな <laughs>。有料でお金払ってるけど、笑顔になってるっていうね。 お正月ってやっぱ特別だと思うんですよね。なんか、そうだと思わない、思わないですかだってお金払ってるのに喜んでるんですよ。しかも、クソ寒い中並ぶとかね。だから集客してますよね。クソ寒い中並ばしてるわけじゃないですか <laughs>。だからまあ、どう考えてもお正月って一番稼ぎやすいと思うんですけど、まあ、ここここを見逃すとね、 もったいないいななと思いますけどねお金,お金稼ぎたいんだったら、まあ、何かお正月の企画なんかや,やった方がいいと思うんですけどなんかやる人があんまいないというか少ないというか、うんまあ、僕はあのしつこくやりますねしつこく、ね、<laughs> しつこくなんかね会社その業者によっては1月末ぐらいまでお正月セールやってるところもありますんで1月は結構あれかなっていうところですね まあ僕はまあ中旬、まあ、20日ぐらいかな。まあ、3第3弾やって。まあ、第3弾ぐらいまでやろうと思ってるんで、今第2弾やってますけども。まあ、明日で終わりですけどね。はい行ってらっしゃい。